中でございます。 UVI のパーカッションファクトリー。まあね、いろんなパーカッションが盛りだくさんなんですけど、いろいろ紹介しましょう。いろいろねカテゴライズになってるんだけど、ワールドツアーから紹介してみようか。まずですね、ここの部分、赤いところ、これここの鍵盤ですけど、赤いところだと全部なります。8つのパーカッションがやってこう全部なる。でここのところはそれぞれに対応してます。ここの鍵盤なんだけど、ここがなりますね。次これがなりますね。次シェイカーになりますね。次で最後に、それを、ここはだから8つのインストルメント2の選んで、でここで全部なる。でちなみにここはですね、ワンショットがなります。それぞれのワンショット。みたいな。という仕組みになってた。だからもう選ばれてるものをこう任意に出していくという面で考えるとね、ものすごいよくできてますよこれね。でこちらでこうステップだとか、ここね、ここね、あと細かいね設定がねできる。ここにマスの数が変わるよね。チェンジしたりとかね。素晴らしいですねこれは。ちなみにここでソロで出す音だけね。ちなみにこれ中に入るとこうミキサーが向かって右左行ったりとかね。ピッチを変えたりとか、フィルターかけたりとか。でメインの画面はこんな感じで、この画面でいろんなパーカッション、例えばウドゥのこういうのとか、自由に選べることができますね、こうやってね。エフェクター、ドライブ、マキシマイザーとかね、イコライザー。まあよくできてるわ。でいろんな地方、インディアン、このスイングの具合がいいね。
ミドルイースト。あ、超かっちょいい。ノースアメリカ。サウスアメリカ。まあ、サンバ系っていうかね。いいんじゃないですかね。リアリスティック。あの、リアリスティック。また、非常に世界観がいいですね、これも。このエディット画面でも同じように。12個で。これ強さとね。モダン。わあ、これなんかファンクビートとかさ、EDM とかさ、いろいろ合わせるといいよね。ここがこう F でなってる。音程も決められるっていうのはいいじゃないですか。まあ、この画面見てて楽しいね。もう完全ポリリズムっていうのが分かるよね、これね。最高。いいわ。これシェイカー軍団。あー、いいね。これレインフォレスト。ハードドラム。メタル&ウッド。あー、なるほどね。まさにポリリズム。三角形と四角形とね、これ。ヘビー。ヘビーって言いましょうか、ヘビー。おー。もちろんこれメインの DAW のテンポに完全同期しますからね、当たり前ですけどね。あ、これはいろんなコンガがこう。素晴らしい。ウッド。
で、電気を入れると。なるほどね。というようにですね、パーカッションを自在に操ることができると。これが、このパーカッションファクトリーの大きな要素ですね。もうこれはね、もうとにかく自分の音楽にエッセンスをこう本格的なものを加えると。もうこれだけ。もちろんこれをメインにするもよし。ここに、あのね、割とこのエレキベースの激しいやつをね、入れたりとかね、シンセベースを入れたりとか。いや、もう最高に楽しいです。うん。最高。UVI のパーカッションファクトリーでした。